カラミンモスクはモロッコで最も大きなモスクの一つで、イドリス朝の支配にあった9世紀に建てられたと言われています。当初は小さな礼拝堂でしたが、10世紀に入ると村人長のムーレイ・ベン・ユーセフの手によって壮大なモスクへと改築されました。以降、単に宗教施設のモスクであるよりも宗教や政治的な議論の場所として使われてきました。カラビンモスクにはイスラム教徒だけが内部に入ることを許され、一度に2万人の信徒が収容できると言われています。カラビンモスクは権力者の手によってイスラム神学校としての役割が加わり、アラブ諸国から多くの留学生がやってきました。この学校は世界で最も古い大学と言われ、フェスを学術都市として世に知らしめました。フェスエル・ジャディドに建てられた王宮ダール・エル・マフゼン。金色に輝く重厚な扉に美しい緑の屋根が玄関口を飾ります。かつてはイスラム権力者の住居でしたが、現在ではモロッコ国王がこの地に訪れた際に使われているだけです。内部に入ることは許されていませんが、この入場門からも権力者の住まいにふさわしい荘厳な佇まいを見ることができます。フェスエル・ジャディドが設けられた13世紀はマリン朝が勢力を伸ばしていた頃で、フェスが最も栄えた時期でした。マリン朝は町の建設に力を入れていたため、王都であるフェスには新たな建物が次々と建てられました。宮殿や要塞、モスクが建てられ、フェスの名は北アフリカに轟くようになりました。このマリン朝における繁栄は15世紀の末まで続きました。レコンキスタが完了後、イベリア半島からイスラム教徒やユダヤ教徒の難民が押し寄せました。町にはスペイン朝の建物が増え、ユダヤ人居住区もこの頃にできました。同じ頃、難民の流入による混乱に乗じてポルトガルが大西洋岸の港を制圧。マリン朝は徐々に衰退し、ついには滅亡に至ります。16世紀にはサード朝が台頭し、都をマラケシュへ遷都しました。サード朝は17世紀の半ばまでモロッコを支配しますが、ペストの流行や飢饉に苦しみました。内乱のためにサード朝は衰退し、アラビー朝へと政権が渡りました。アラビー朝は乱れた社会秩序の立て直し、商業の活性化を実現し、フェスを再び王都に定めました。1911年、フェスに反乱が起き、ムーレイ・ハフィードがフランス軍に出兵を求めたことでフェス条約が締結され、モロッコの大部分はフランスの保護領になりました。フランスの政策により首都はラバトへと移され、市街地の近代化が図られました。フランスの都市計画の専門家レオン・アンリ・プロストによってフェスも入念に都市計画が立てられ、近代的な建物が並ぶ新市街が整備されました。1942年にアメリカ軍が北アフリカへ上陸、ルーズベルト大統領がモロッコの独立に理解を示したことで独立への機運が高まり、モロッコは1956年にフランスからの独立を果たしました。
北アフリカ繁栄の歴史を今に伝えるフェスの旧市街。中世の街並みが損なわれることなくそのままに残されています。1981年ユネスコ世界遺産に登録され、今もその街並みを未来へ残すべく保護活動が慎重に行われています。